ご覧の皆様こんにちは、ホステルと申します。ポーズ画面から失礼のサイコブレイク、続きからプレイしていきましょう。まあ、ポーズ画面からっていうのは閉じた瞬間にね、敵が襲いかかってくるからであって、ほら、で、例えば石板を入手しに向かっているところであります。そのうちの1個を入手したと。で、2個目の石板で、一つ愚痴らしてほしいんだけど、仮面つけてる敵がたくさん出てくるようになって、フラッシュボルトを強化してスニークキルを狙っていく作戦でフラッシュボルトを強化していると、こいつ即死なの？あ、即死じゃねえわ。で、今回、フラッシュボルトを強化していると、今度こいつね。あ、死んだわ。話してたら死んだわ。こいつスニークキルがどうもできないようなのよ。まんまと、このゲームの術中に、惑わされてる男。ということは、フラッシュボルトも、相対的に、そのね、スペックが落ちてるわけよ。敵の強化によって。で、ここに来て、ショットガンのね、有効性が再びクローズアップされてきたということで、ショットガン強化しに行こう。心配性でいらっしゃる。ああ、目が回る。お姉さん。あ、強化こっちじゃなかったわ。高速椅子に座ってお姉さんのプレイだったわ。ここね、4200しかない中でショットガンをどれだけ強化できるのか。このゲームもバイオハザードとかと同じように相談数強化したら弾もらえんのかな。どれだ。あ、弾じゃねえわ。これか。お願いだから弾ください。ダメージを上げるか、上げれねえわ。クリティカル上げよう。よし。お姉さんとの甘いひとときも終わって先に進もうか。弾もらえねえわ。ショットガンの弾が喉から手が出るほど欲しい、今は。コンティニューしたら敵いなくなったわ。しんどいって正解だったってことか。ノーコンティニューを目指す気が肌からない男。まあもうすでにノーコンティニューは達成不可なんだけどね。もう何回も死んでるから。何回じゃねえわ、何十回も死んでるから。この毒の罠はまだまだ序の口よ。この先に進むと他にも罠がたくさんあるぜ。出てくる出てくる。来た来た来た。ここはスナイパーライフルで、私のスナイパーの技術で見るがいい。死ね。よし、素晴らしい、ナイスだ。燃やしとこう。さらば。やばい、あっぶねー。あれで一回死んでるからね。動きが緩慢じゃねえわ。あ、こんなに近づいてた。危ねえ危ねえ。確実に勝利していこう。死ね。ああ、あんまり関係なかったわ。あれ？よし、いけ。
体一体処分。ここまで来るとハンドガンの弾本当に役に立たねえな。威力も低いし、強化すればまだ別なんだろうけれども。この横からさ、槍が飛び出してくるのってノーヒントじゃね？なんだ？退路が断たれたか？あれ？何の音だ今の。あっ！ああ、びっくりした。あ、扉の閉まる音だったのか。向こうが進む道、こっちには何がある？上は？釣り天井は大丈夫。燃やせるか。くらえ。は？まだ不活だ。なんかさ、マッチが不活になること多いんだけど最近。くっそー。フラッシュボルトじゃない、マインボルト。くらえ。あれ？あー、遠くに設置しすぎたか。じゃあ、ここはハープンボルトで、吹き飛ばそうか。あ、ないじゃねえか、ハープンボルトが。ハープンボルト、一個作って、これで吹き飛ばして、マインボルトを作動させよう。くらえ！どうよ。壁に刺さったんじゃねえのか、あいつ。強っ！一発で死んだんじゃね？ハープンボルト。死んでねえわ、起き上がったわ。ちょっと待ってよ。こっちに近づいてくることによって、マインボルトが作動すると。さらば。死なないね。もう一発マインボルトぶち込もっか。小刻みに使う分だけ自分が使う分だけボルトを作って、罠か罠か。あーい！え、今の何だったの？もしかして床に釣り天井を作動する仕掛けがあんのかな？こことか怪しいよね、この上に乗ると。光ってるとこに乗ると危ないような気がする。ここはちょっとライト消そう。あれは諦めるか。ちょっと危険のような気がするわ。あれはやめとこう。あの脳みそは罠のような気がするわ。よし。おっと危ない。ここまで来てこの爆弾に引っかかったらシャレになんないからね。一応失敗してもいいように注射器使っとこう。ふー、気持ちいい。はい！下手くそね。この上のやつすらもう落ちてくるような気がするわ、ここまで来ると。どっちへ行けばいいのか。これ作動させたらどうなるんだろう。ほい。あ、こっち側の釣り天井。え？どういうことだ？もしかしてさっきのヤバかった？敵に操作されたら死んでた？あっさり。うわ、ヤバそう、これもまた。これもまたヤバそうだ。
だけどこれもう高速プレイだよね多分。うおやってくれんな。高速プレイされた瞬間に死が待ち構えているってことか。あの高速プレイどころか、あの座る気すらも起きなかったわ、この椅子。一体何のプレイに使うんだろう。一回こっきりのハードなプレイでしか使えないな。なんか今これ動かなかった。怖い。何これ。調べられないけど。あいつに背向けたくねえわ。何なのあれ。ちょっと待てよ。やばい。ちょっと待て。閉じろ。まだどっかから出てんのか。まずいぜ。いってー。あーやっぱ。どうするよ。焦りすぎ、焦んな。落ち着け。ねえ、首腕よね、動かすんじゃねえよ。よし。二箇所か。何も落としてないね、こいつは。あ、三つも手に入った、工具が。なんか頭に被ってたさっきのやつは一体何だったの？また何かのプレイが始まるのかな？さらに降りてけってこと？さっきのやつ何なんだよ。罠あるかな、この先。スナイパーライフルの弾結構浪費しちゃったわ。あれは？なんとかチェックポイント。注射器欲しいな。爆弾の解除に失敗したせいでダメージ食っちゃったわ。うわっ！ちょっと待って。当たってないし。何体行くんだよ。うわ、生きてる。ヘッドにうまく入ってなかったか。スティックだと本当に小さい範囲に狙いづらい。ちょっと動かしただけで頭通り越えるからね。あと一体いなかった？うわっ！やばい！どうしよう。ハープーンボルトで行こう。飛べ、おら！壁に刺さってる間に殺すわ。
こいつ使うか。ごめん。死んだかな。弾ひょっとして無駄遣いした。怖い。まだ出てくるか。何の音？道が二手に分かれてる。罠があるのは私は見逃さない。材料になってもらおう。なんか他にもあったけど、あ、脳みそか。この先にはかがんでてもいけない。こっちか。あのハープンボルトで突き刺さったやつさ、本当にあれ死んでるよね多分。大丈夫だよね。よし、こっち側へ行こう。あれ、こっちも行き止まりじゃね。あ、こっち側行ける、行けるようになってる。よかったよかった。うわ、また何かあるし、出てくんじゃねえの敵が。あ、一方通行ね。よいしょ。釣り天井ではない。これ何？ああ！ふざけやがって。やばいだろ、どこにあんだバルブ。あのガスに触ったら終わりでしょ、マッハで。え、バルブどこにあんのよ。しゃがんで進めってことか。わ、いるいるいる。弾ねえわ、どうしよう。足ないのかこいつ。バルブバルブバルブ、ちょ、バルブないけど。これか。違う違う違う。え、どこ。やばい、閉じろ閉じろ閉じろ。うぅ、危ねえ。危ない。間一発だ。ただ、二股に分かれてたから、反対側に行くとどういう風になってたのかも知りたかった。まあ、後の祭りか。反対側に出たってことかな？これは。この向こうがさっきまでいたところだよね。上がれるようになってる。怖いよ。即死トラップも多いし、もう。これどこだ？こいつ起きてくんじゃねえのか。今何手に入れた？ハープンボルトか？罠に気をつけろ。あ！石像だ。まだまだ安心はできない。周りを警戒。ゲッ、ダン。ふぅ、戻ってきたぜ。命からがら戻ってきた。ふぅ。一回お姉さんに会いに行こう。顔色が悪いようです。ご来院が続いてますね。なんか今会えにいなかったお姉さん。そしてプレイお願いします。1600しかねえわ。
どうしよっかな。もはや1600だとアップできるものないんじゃないのか。意外とあったわ。ただ、今更感のあるものしかないんだけど、本当に。そうだな。やめとこう。1600は G 以外につなげようか。申し訳ない。今回そしたらこの辺で終了にして石板はめ込むのは次回といたします。ありがとうございました。